ハイフーです。こんにちは。今日もゆる Vlog でございます。お気に入りのスカートを履いて、髪をバッチリ巻いて、ピアスをつけてお出かけしてきます。お荷物の準備はこんな感じ。リップとネイルオイルとお財布などなど、お気に入りのマルベリーの水色のバッグで行ってきます。向かった先はこちら、歌舞伎座です。猿若祭2月大歌舞伎っていうやつ、中村勘三郎さん、このおじさまね、亡くなって13回忌の追善公演だそうです。歌舞伎、私もまだまだ初心者なんですけど、イヤホンガイドがあってね、お話の内容を解説しながら聞けるサービスがあるんですよ。すごく面白いので、興味のある方はぜひポチッとチケット取って行ってみてくださいね。今回ね、中村鶴松さんっていう推し面ができましたので、ちょっと追いかけてみたいと思っています。さあ、言うてる間に桜餅を買ってまいりました。開けます。並んで買うような高級和菓子屋さんではなく、あけぼのっていう割とどこにでもあるチェーン店ですよね。そこで買ってきました。もう桜が咲く季節がやってきますね。ちょっと季節先取りで桜餅と緑色の草餅を選びました。なるべくグルテンフリーを心がけておりますので、こういう和菓子を買うことが増えました。まあ、お砂糖ね、がっちり入ったあんこが詰まってますから、カロリーそんなに低くないと思うけどね、まあ気休めです。コーヒーを入れてゆっくり味わいたいと思います。お湯が沸いてきましたね。コーヒーはね、好きなので、お家にいるときは1日3、4杯は必ず飲んでしまいます。カフェイン中毒かもしれない。毎日使ってるのはこちらの IKEA の安いキャニスターです。私は小さい 1LDK のお家に一人暮らしをしておりますので、なるべくミニマルな生活を心がけております。なので、季節ごとにインテリアを大掛かりに変えたりとか、装飾品をつけたり外したりっていうことはあんまりしていません。だけど、お花を飾ってみたりとか、こういう今日みたいなお菓子とか、あとは旬の野菜とかですね、あとフルーツとかね、そういうので季節を感じるのが楽しいなと思うようになってきました。小さいワンルームに住んでた時はそんなことどうでもよかったんですけど、自分でお家を買ってみて気づいたことの一つでした。コーヒーと桜の良い香りを味わいながらゆっくりいただきます。本当に一人で生活してるってさ、好きな時に誰にも文句言われずに好きなものを買ってきて食べられるってめちゃくちゃ幸せですよね。うー
最近新しい登録者様がすごく増えていて、私の考え方とかライフスタイルに共感していますっておっしゃっていただく方が多くて、とっても嬉しいです。いつもこんな感じでゆるっとした一人の生活を楽しんでおります。また次回もお楽しみに。バイバイ。